お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらエリポン三子やっていきたいと思います。ということでね、バランス調整が来たんですけども、エリクサーポンプがですね、なんと、まあ、リワークされてちょっと内容が変わりましたよと。で、まあ、どう変わったっていうと、まあ、6コストを使って8コスト作るのは今までと一緒だったんですけども、6コスト使って8コストを回収するうちの8コストのうちの1コストが壊れた瞬間に、1コスト回収できるよということになったので、まあ、絶対1エリクサーを回収できます。なので、エリポン置いてライトニング打たれました、1エリクサー回収。エリポン置いてロケット打たれました、1エリクサー回収なので、ライトニング持ち、ロケット持ちには絶対1ヤード取れます。なので、ライトニング持ちの方とか、まあ、ロケット持ちの方は、エリポン当たった時に、ガン苗です。まあ、ということで、まあ、エリポンといえば三子だと思うんでね、やっていきたいと思います。まあ、なんで今までのエリポンで言うと、まあ、エリポン置いてね、ディガーとかで壊されると、うわぁ、ちょっとエリクサー損したなとか、ね、ライトニング打たれたら、ああ、まあ、トントンだな、みたいな、そんな感じだったのが、まあ、例えば、ディガーで壊されたとしても、壊される前に、まあ、多少回収して、なんなら壊された瞬間に1エリクサーも回収できるんで、まあ、今まではこう、うわ、損したなっていうのがあったとしても、今回はね、損したなっていうのが多分あんまないと思いますね。なんで、こう、ハイリスクなのが、結構低リスクになったのと。で、リターンが絶対あるんで、まあ、本当に、なんて言うんですか、低リスク、ハイリターンっていう、もう損がない、お気得カードになったよっていうと、まあ非常に分かりやすいかなっていうか、うん、まあそんな感じで思っといてもらえると、エリポンのね、やばさが伝わるかなと。まあ、いうことで、いや、今回の相手のデッキも、まあなかなかやばいんですからね。ジャイネクロレイジ。ああ、この人ね、有名です。多分ですけど、スパーキーってよくレイジ入ってると思うんですけど、ジャイスパミニペレイジ。で、これスパーキーに見せかけて、スパーキーが入ってない、ただただのジャイネクロレイジです。うん。だから、一生来ます。一生マジで、端前、ジャイミニペダクプリレイジが来ます。無限に来ます。で、それをエリポン置いて守るだけっていう作業ですね。あ、めっちゃいいザップ。いやー、これはね、強です。しょうがないですね。さあ、ということで、神ザップをやられてしまいました。うん、でもザップしかないんで、これ別にぶっちゃけ全部守って、最後ぶっ刺せば勝ちっていうやつですね。よいしょ。さあ、まくるっすね。ここ耐えます。気合と、気持ちで。だから、ジャイを殴るな。いやー、マジで殴んないでほしい。で、ユーノが走るよと。で、ユーノの、まあ前のバグみたいな、そのダッシュした際に、タギが今ね、絶対タルボボとかに変わってたのが、まあ、変わんなくなったよっていう。突進でだからプリンスとかダクプリのダメージ無効化できるようになったよねっていう。まあ昔の性能が返ってきたよねっていう話ですね。さあ、でまたエリポン置きます。いや、エリポンだからガチで強いっすね。まあライト持ちとロケット持ちに強くなったより。前と他はまああんま変わんないですけど。さあ、三子展開していくか。U の展開して、まあジャイ早めに。出さして回収したいけど。いや、これ好きに行くな。いや、熱い。いや、もう捨てるのか、これ。なるほどね。さあ、ということで、ここは、じゃあ、守らせていただきます。あなたが捨てたタワー、私は守りますけどね、っていう。さあ、まあ、三子のこの辺の性能は、皆さん、覚えてるかな。マスケが強化されたんですよ。バグです。マジで、アチャクイが強すぎるから、マスケを強化して、はい、バグです。絶対加工してください、ウエンさん。マスケット重視をね。まじ、アチャクイ強すぎるから、やべえ、アチャクイに合わせんとっていうので、ハンター強化、マスケ強化されたんですけども、一個前のね、バランス調整で。今回、アチャクイだけが加工されました。ということは、マスケだけ謎に強化毒です。まあ、ハンターもかな。ハンターはちょっと弱いから別にいいんですけど、で、アーチャーとかもね、マスケ、アチャクイに合わせるかのように強化もされてるので、まあ、どっからどう考えてもマスケが強いんですよ。そう、だから、26とか、まあ、マスケデッキはなんだ、マスケバルーンか。あと3子ぐらいか。だ、もうね、得してます。はい、お得キャンペーンですね。もうね、卵1パック30円ぐらいのね、もうぶっ壊れセールがね、来たっちゅう話ですね。もうそんぐらいマスケぶっ壊れです。なので、もうエリポン30子は、普通に強いです。だからこれでもエリポン置いて、まあ、相手が別にライトとかロケットじゃなかったら、まあ、ぶっちゃけ変わんないんですけどね。まあ、やっぱ1コスト絶対回収できるっていうのは結構熱いですけどね。で、これ別にディガーで壊されたとしても、その際に1コストね、確定回収あるから。さ
さあヒースピも使いながら、さすがにこれはタル、いやちょっと早かったかな。まあいいか、スケブが多分ありそうな顔してるっすね、こんなことしてくるのは。んー、じゃあもういいよ、エリポンからさっていうので、相手もにっこりパーティーおめでとうございます。いやでもスケルラだったら普通に渋いねだるいね。うん、だからまあロックステリバーとかして、いやロックステリバーはシャシャリすぎか。いやまあでもそれぐらいしてもいいかもね。始めとかします、ワンチャンスケル打たれる。でこれに関してはあの相手も回ってないんで、スケルトン部隊が、まあスケキンがあるかな、スケキン TV。 さあエリポンいて、いやスキル強いね。さあヤナメファイボかユキかっていうところで、まあどっちなんだろうっていう感じですよね。いや相手めっちゃ楽しくクラロやってんじゃん、にょん。いやーこれでも分からされる可能性全然ありますね。普通にしんどいっす、この相手のなんだろう、スケルトン部隊が、スケルトン部隊しんどいのと、なんか別に勝ち確ではないっすね。僕もなんか余裕ぶっこいてますけども。さあなんで、まあ、余裕を見せながらの、まあ、一旦三次展開と。まあでも相手あんなになんかホレーしてくると俺もなんかやる気がね、いつもの100倍ぐらい出てくるよね。いやーめっちゃ嫌な目打ってくんな。で左にスケルトン部隊来るんで右ぶっぱ。いやーこれは渋いんじゃない。いやー泣け、わめけ、叫べ。一番恥ずかしいのはね、貴様だ。おらーおらー。よし、ホレイヤーね、一回しとくのが一番気持ちいい。いいね。いやーもうでも、まあ三子も強いし、エリポンも強いしっていう、この積み重ねですよね。枯渇が強くなったみたいな。だからアウトロー強化、プリンス強化、縦線強化でアウプリが一瞬流行りましたけど、まあそれと同様で、三十四強化、エリポン強化、ユーノもバグが治り、みたいな感じですね。はい。なんで三十四はまあ普通に強いと思います。まあ三四も強いし、エリポンが単純に強いので、三十四に限らず、まあゴレエリポンは間違いなく流行りますね。三十四の次にエリポンと言ったらゴーレムなので、まあ逆に他のエリポンが思いつかないけどね。エリポン三四ゴレ他入れるとしたら、なんだろう、まあ無理やり入れてホグラバー、まあバルーンとかレイジとか、まあ大型関係には全然あるかな。エリポンスパーキーはねあるね、強そう。まあ間違いなくエリポンはね増えますね、本当に。さあよろしく、マイティーということで、エリポンが欲しい。エリポンがないので、回します。だからロケライトニング引きたいけど、全然来ないっすね。ラームライダー。まあ、ラームといえば最近だとメガラムですけど、一応メガナイトも加工はされたと。さあ、樽転がして、ケツラムからのダクプリ。いや、なんだろうね。うっと。いや、ラムとは珍しいね。まあ、一体リポン来ます。いやー、たまたまライトニングだったら爆発。よー、来た。はい。いや、これガチでズルなんですよね。これで1アドっすよ。えぐくね？なんかもう、ズルやんっていう話なんです。あー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 あああ、ごめん、なんか。やばいよね。エリポン置いてライトニング取れて1アド。いやー、で、しかも回転が速くて、いやー、なんならライトニング打てないサイクルがね、無理やり作れるっていう。いやー、これ、えぐいなー。エリポン使ってて、ライトニング引いたら、もう、ニヤニヤ止まらんっすね。はい、ごちそうさまです。これ、ライトニング相手打てないっすね。まあ、2枚ぐらい群れる回してって感じかな。インドラー。これライト打ってももう4、2ヤードとかになっちゃうんだね。
さあ、でこれは左ケツから出したいんだけど、ライト巻き込まれるの嫌なので、いやまあこれはなんかライト打ってくれたら僕次のエリポンにあれなんですよ、次のエリポンにね、よいしょ、ライト打たれないから最強なんだね。これ左にねユニットつけるとねライト打たれるかもしんないからね、一旦隅っこ暮らしして、これでライトニング打ってきたらその瞬間コストないんでぶっ放す。いやもうライトニング打たせないですね、なんならえぐすぎる、ごめんマジいじめてる。あーで相手ライトなんでこれ三子固めてよかったっすね。いやーこれあのマスケとあれに神ライトくるっす。まあまあ、これ打たれたら打たれたでいいですね、別に。打たれたら打たれたで、あなたはもう負けです。いやーこれ、ガチで強いわ。まあ、もともと三重士使ってるっていうのもあるけど、やばくね、これ。相手も、破滅。いやー、やばいなーこれ。なんか、ライトニングとかロケット持ちに対しての、エリポンのこの、なんかマッチングゲーの強さが、より際立つようになりますね。いやーえぐい、マジでね、もう一回ライトニング聞きたいね。ライトとかロケ引いた時点でアド、バックアド、勝ちアドです。さあ、いやーでも三振はね、お、これドリルだな、足が遅い、足遅いとはいえゴブドイちょっと走るの速くなったっすね。さあどうしようかな、タルババ使いたくないな。いやー、有能型のドリルもちょっとレア。さあ。いやー、エリポンいっちゃいまーす。ぴょっ。で、バグがなくなったので、ここの戦いはちょっと強そう。いやー、このマジアチャはね、強い。いやー、もう一発殴れる。さあ、これぐらいはいいっすね。エリポン溜まれば別に何でもいいんで。しかも今回相手雪玉だったんで、これは、香ってます。エリポンゲーの匂いがしてます。貯めたいね、貯めてくよ。さあエリポンかどっちかわからない。さあエリポン守るよ、別にこうマジアチで射抜かれてもいいっすね、射抜けるもんなら射抜いてみーよと。さあ暇なんで言うのぐらい流すか、なんならエリパパまで流してあげます、おもろいやろ、いけ飛べ飛べ。ああ、ついエリバオがゴーストとなんならムートまでやってくれるとね、ガチ幸せ。もう一発、いやいけるな。さあエリポン置いて、いやーこれグッドゲームですね。これ増えるよみんな、毎日エリポンゲー始まるっすからね、これから覚悟を決めといてくださいね、エリクサーポンプの地獄が始まる。さあどうしようかな、これもう一回リポン来てえけどな、ケツ三死してもいいな、一旦三十死展開しちゃおう。雪玉だけなんでね、もう三死展開だけでも相手結構泣きたいんじゃないっていう。いやーでも低めのあのムートやばいっすね、ムート好きが普通に強いっすね。いやーでもエリババも入ってて、なんか、いやー落ちてる、なんで。いやーしかもこの三重子ね回るんすよね。で別にマスキが強いんで全然耐えれるっていう、えぐ。まあこれは単純にエリポンが強かっただけっていう話ですけどね、神相性ですね。まあこういうのが増えますね。ああエリポンだっていう、ああエリポンだ、ああお前もエリポンか、俺もエリポンやっていうね、試合が増えると思います。まあなんかエリポンに強いのはね、そのクエイクなんですけども、まあエリポンデッキの結構共通点がこう呪文では解けないね、それこそゴーストユーノのこの三種とか、まあゴレライドラデッキとか、まあゴレエリポンとかなんで、やっぱクエイクだとエリポンには強いんだけど、結局エリポン出されなかった時に大型はきついよねっていうのもあるんで、
まあ、総合的なね、今後こうエリポンデッキに立ち向かうのは、ロケライトが行かれるとね、やっぱポイズンとか、まあ、ファイボとかそっち系とか、まあ、ディガー削りとか、まあ、そういうのなのかなとは思いますけどね。さあ来ましたね、ファイボヤナメ。いやー、ファイボヤナメマッスルは分かんないね。これニコス使うぐらいならエリポン置いた方がいいですね。おー、ホバーの檻のザッピー、新鋭体ロイホグだ。にゃー、新鋭体ロイホグはねー、と30試合マジで新鋭体ロイホグは100-0ぐらいなんですよ。まあでも今回相手が柳雨なので、それがね、まあ 8-2 ぐらいになって、まあちょっときついなぐらいの感じで、まあでも僕にはエリポンが強化されたので、まあそれで言ったらもう逆に0-100で僕の方がね100ですっていう理論でいくと勝ちましたね。うん、え、誰もあったな、スピーディーがないのか。さあ、まあここは美味しくね、お面野郎で、いやこれちょっと美味しい流れですけどね。まあでも新鋭で使うのか、これはさすがに。いやー、んちららんって、あれコストがない、コストがない人がいる。さあ、つい、いや、なんかコストがない、え、ま、入りすぎじゃね。なんか相手がさ勝手に攻めて、なんかいかれたっすね。いやー、つい、これはしかもこれ新鋭がないサイクルなんで行きたいんですけど、まあザッピーがいるんでね、これなんなら5打たせます。いやー、打ってほしいんだけどね。で、まあ僕の負け筋は、まあこの2400を大ダメージ受けることなんで、まあ大ダメージ受けないプランで行くならば、まああの、一生エリポン置いといてください。はい、簡単です。一生エリポン置いとけば、まあ3子展開してからでもいいけどね。エリババで守れるんでね。よいしょ。よいしょ。で、相手のこのホバとかが溜まるのが負け筋っす。なんで今負け筋引いてます。まあ言うてか。さあ、えっぐいカウンターいくよ。えっぐいカウンターいってるよ。はい。さあ、ということで。まあなんか、エリポンやっぱ壊れた瞬間に絶対1あるから、ある程度回収できると最後のプラス1もあるんで、今までよりね、若干ね、体感回収量が増えてる気がする。さあ、ということでね、まあ、エリポンがライトニングやロケット持ちに異常に強くなりましたよと。まあ今後ちょっと増えそうですね、やんかいですね。まあ楽しんで、僕はね嫌いじゃないですけどね。ということでね、まあ、エリポン3子であったりとか、まあ、エリポンゴレ、エリポン関係のデッキもまたね紹介したいと思うので、皆さんもぜひね使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。